甘いスイーツもいいけど、うち果物が好きなん。土と風と雨とお日様と。果物ってたくさんの自然の恵みからできてるから、ちょっとした天候のあれで果物がダメになってしまうこともあるんよ。だからうちは果物にもちゃんと育ちますようにってお祈りするんよ。苦労を乗り越えてきた果物たちだから、食べる時も一つ一つ感謝の気持ちを込めて食べたいよね。今の季節だと、せやな、やっぱりイチゴかな。まずはイチゴそのままの味を楽しんで、次は練乳をかけたいな。あとはケーキに乗っけてもいいし、ジャムにしてもいいし、せっかくやし旬の果物は楽しみ尽くしたいやん。今度一緒にイチゴ食べよう。うちいっぱい準備しておくから。